こんにちは、ジオニックトヨタ特別広報部員アイリン古川です。シャア専用オーリスコンセプトを開発したトヨタモデリスタに来ております。今回はデザイン部門の松本さんにお話を伺いたいと思います。はい、シャア専用オーリスのデザインを担当しております松本正治と申します。はい、それでは今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱりデザイナーさんも、はい、マニアなんですかね。まあ、本当に子供の時からあのガンダムは兄の影響で好きでして、はい、もうそれからもう30年あのガンダムファンなんですけど、やっぱりあの今車のデザインやってますけど、やっぱり何かしらガンダムの影響って受けて、うん、あのデザインしてまして、はい、アイリンさんもガンダムお好きじゃないですか。はい、そうですね、はい、あのなんで好きになったんですか。私もお兄ちゃんがいまして、はい、お兄ちゃんの影響なんですよ。ですよね、シャアが大好きなので、はい、すごく嬉しかったですね。で、理想のタイプがシャアズナブルですよね。そうです、はい、なんかお好きなキャラクターとかいらっしゃるんですか。まあ、やっぱりあのシャアも好きですし、はい、まあ、ランバラルも好きですし、はい、マチルダさんも好きですしみたいな、まあ、やっぱり、まあ、僕もファースト世代なんで、はい、やっぱりファーストに出てくるキャラクターはみんな好きですね、うん、いいですよね。はい、この車の全体的なコンセプトっていうのはどうやって決めたんですか。コンセプトとしては、まあ、シャアが乗る、四輪のモビルスーツというコンセプトで、この企画スタートしました。モビルスーツっていうところはいいですよね。はい、モビルアーマーじゃないです。アーマーじゃなくて、はい、足はないけどモビルスーツモビルスーツで、はい、にはこだわって、もうガンダムファンにはやっぱり、はい、もうそこはテンションが上がるポイントだなって、はい、思いますよね。はい、フロント周りのイメージは何をモチーフにしたんですか。特定のモビルスーツはイメージしてないんですが、はい、まあ、どなたが見てもあ、これってジオンのモビルスーツっぽいよねというふうに思っていただけるように、まあ、全体をまとめました。例えばですね、このヘッドランプとグリルの部分をですね、はい、まあ、ブラックアウトすることによって、はい、あのモビルスーツのモノアイをイメージして、はい、考えながらデザインをしました。はい、あのリアバンパーのマフラーの造形のテーマというのは、シャアといえば3倍速いというのが、はい、うん、まあ、有名なんですが、 そうですね、そのシャアのスピード感、はい、パワー感みたいなのをこのリアに、込めてデザインしたんですが、はい、このマフラーの出口はですね、はい、モビルスーツのついているバーニア、スラスターをイメージして、はい、このデザインにしています。エンジンスタートボタンにはジオンマークがついてるんですよね。そのスイッチを押したときに、はい、まあ、自分の気持ちなんか出撃するんだみたいなあの気持ちのスイッチみたいな意味で、そういう気持ちも込めてデザインしました。うん、押すのもなんかワクワクしますよね。そうですね、はい、まあ、市販化も決定しましたので、はい、はい、ぜひ楽しみにしていただければなと思っております。はい、楽しみです。ということで以上デザイナーさんの熱い思いをお伝えしました。はい、ということですね、今回私はですね、シャア専用オーリスコンセプトの好きな部分を、絵に描いてみました。ということでこちらです。はい、アンテナ部分ですね。シャア専用といえばやっぱり角ということで、私もここお気に入りなので、ぜひ皆さんにもチェックしていただけたらなと思います。そしてですね、シャア専用オーリスの市販モデルが8月26日に皆様の目の前に登場予定でございます。ぜひこちらもですね、ご期待ください。はい、ということでまた次回も見てくださいね。